こんにちは、チョメです。では引き続きやっていきます。今日は採掘士やってみようかな。 OK。 なんで採掘士をやろうかと思ったっていう理由は、埴輪の洞窟っていうのが解放されたんだよね。だからそこに行くとき採掘士いいかなと思って。なかなか似合ってるじゃない。素敵です。どんどんね、こういう採掘系もやっていった方がいいかなと思ったから。そしてこれがライセンスよ。おお、いいね。まあ、前回は裁縫師やったね。見習い。ライフ届も神様便でライフギル。あ、この辺は同じだね。で、ちょっと早送りかな。ここはちょっと早送りでしょ。ちょっと今日久しぶりだからね、実況が。久しぶりって言っても昨日ぶりなんだけどな。ここに俺の師弟になるやつがいるんだな。師弟って読むのか。落ち着いてよ、お兄ちゃん。師匠よね。師匠じゃなくて弟子でしょ。お前間違えたから読み方漢字間違えちゃったじゃないか。だって師匠にもおかしいからさ、早速来てくれたわね。ちょっとごめんなさい。うるさいな、ちょっと。静かにしよう。ごめんなさい。なんだか賑やかな方ですね。ジョメさんも賑やかだったわ。はい。ここに、俺の、だから逆だって。弟子ですよ、弟子。じゃあ行きましょうね。あんま印象残らんな、この人。ん？この俺に質問された。そうな顔をしているな。ちょうどいい、質問してやろう。採掘士になったばかりという若者を知らないか。はい。そいつはなんと神様の使いでもあるし。なんだって、お前がそいつなのか。俺は採掘士マスターのデグダスだ。よろしくね、デグダスね。この俺をお前の弟子にしてください。逆でしょ。逆だよ。教えてください、お願いします。え、逆だって。俺が師匠で、お前が弟子。ああ、そうか。そりゃそうだ。よし、俺に教わる準備はいいか。あ、準備 OK ですよ。これ、いいえって答えた方がいいのかな。よし、それでは始めよう。採掘師というのは、三家のライフだと言われてる。きついとか。暗い、汚い、きつい。頭文字、かってそうじゃない。あ、お前ごめんなさい。なんか読まれてたわ、心。金持ちになれる。かっこいい、かっこよすぎる。いいね。ピッケル古い。宝石掘り出しは一攫千金も夢じゃない。あ、確かに言われてみればそうだな。こんなにロマンあふれるライフはそんなに ないと思う。俺は思うな。動物とか危険だよね。死も隣り合わせだよね、ある意味。よし、それでは早速ロマンに向けて第一歩。チョメに最初の試練を与えてやろう。やったぜ。これで冒険出れるな。あ、でも大工とか鍛冶屋とかまだやってないから意味ないか。それでは採掘訓練を行う。スター像からクエストを受注するのだ。うん、こういうのもどんどんレベル上げていきたいね。これからライフのスターの試練のチュートリアルが始まります。あ、これは同じだから飛ばしましょう。でも開始しますよ。チュートリアルは見るけど、この文章は飛ばす。情熱のピッケル。なんか、かっこええな。よーし。じゃあ行きましょうか。情熱のピッケル。基礎知識5。消費。冒険に行きましょう。1で大丈夫だよな。またなんか集めたりするのかな？なんか、不自然だな。早速、採掘してみろ。なんか不自然だな。草原に生えてるっていうから。あ、攻撃するね。はい、了解。よし、攻撃だ、攻撃。こうやってリズミカルにやるんか。あ、オートになってたから。なかなかいい筋をしているな。よし、次はチャージは、これは同じだね。はい。倒してみろって面白い表現するな。あれ？押してるんだけど。あ、こうやって武器を構えんやけんかと。こうやってやってね。よし、オッケーオッケー。こっちこっち。あれ？なんで？あ、これ一個一個やらんやけんの。マジか。めんどくせえな。よーし、オッケー。オートにしてたからダメなんかもしれん。あ、一個一個こうやって出さないといけなかった。ちょっとぐだってるぞ。ちょっと。こうやって、あ、そっかそっか。なんでできんかったかというと、あれ、一回ここに選択して、それでやらないといけなかった。貯めるのを。バトルとちょっと違うわ。よーし。オートにしなかったからな。ちょっとカットはしないよ。ちょっとぐだってすまんな。あまりぐだりたくないんだが。くるぶるくと、
これは鍛冶屋であれでしょ、クルブルクのなんか延べ棒みたいなのにするんでしょ、でそれで剣を作ったりするんでしょ。いや武器とかガチャの方が強いんかな、やっぱりちょっとレベル、おーっと、これはスキップ、あスキップせんでいいか、連打でいいか、間違えたらいけんからスキップは絶対しない。はい次へ。まあ、実況してなかったらスキップでもいいけどね。うん。やっぱり全部見たいからね。チョメよ、一通りの基礎は学んだようだな。よし、それではライセンスのランクアップについて説明しよう。見習いから駆け出しになるためには、昇格試験を受けなければならない。うん。どんな昇格試験だろう。昇格試験は簡単ではない。だが今のお前ならやれるはずだ。さらに今回はお前の先輩にあたるロックを同行させる。俺は採掘師のロック。そしてマスターは俺の兄ちゃんなんだけど、天然なのかわざとなのか、あのボケには苦労させられてるよ。そんなことはどうでもいいんだ。早速試練に行こうか。いい、うん。行けばわかる。行ってみようぜ。交渉？交渉っていうの？昇格試験はスターの試練リストに追加したぞ。やってみろ。鉱脈っていうんかな？脈ではないな。なんか鉱脈とか言うよね。なんか、あるところに。これちょっと調べとこっか。感じ。そんなんも読めないのってコメント来たら怖いわ。やめて。ワーケンに行く。まあ、意味が分かればいいんだよね。それが置いてあるところが多いっていうところね。場所は。意味が理解できればいいんですよ。よーし。いや、よくはないか。ちょい待ってたぞ。つく職にもよるよね。この辺りの交渉は、交渉だと思うわ。採掘の練習にちょうどいいんだ。交渉はすぐそこだ。行こう。まあ、入れ替えもできるってことだね。よーし。あ、拾わんでいいか。行こう、どんどん。またおる。ロック兄ちゃん。あ、女の子だ。おっと、なんという偶然。彼女は俺の妹なんだ。ちょっと説教しないといけない。おい、ロッタナ。一人で採掘遊びはダメだぞって、兄ちゃん言ったはずだ。一人じゃなくって、あのね。あれ？ロック兄ちゃん、この人誰？新人の採掘師さんで、チョメさん。兄ちゃんが採掘の ABC を教えてるんだ。ABC の今は B ってこと？頑張ってね、チョメさん。わ、マジか。まだ真ん中か。兄ちゃんの説明で分からなかったら、私に聞いてね。じゃあまたね。なあ、チョメ。ロッタナのやつ、何しに来たのかな？っていうか、おへそが出す、おへそ出すのが流行ってんのかな、男で。採掘し。こっちの方が汗の乾きがいいのかな？でも風邪ひくと思うんだけどな。そういうことなら任せとけ。やった！場所はこの先だよ。一緒に行こう。だからこういう服装を見るのは裁縫師に合ってるっていう言ってたね、確か。ちょめ、そういうわけらしい。先へ向かおうぜ。おう、行こう行こう。まあ、自分は採掘師合ってないかもしれんな。よーし。まあ、すべてのライフやるからね、でも。お、なんかまた可愛いのが出てきた。ロッタの姉ちゃん。お待たせモール。ロック兄ちゃんともう一人すごい助っ人を連れてきた。レベル1だけどな。まあ、レベル2になったのかな。さーすがー。ロッタな姉ちゃん。って読むのかな。よーし。私が最初にすっごい交渉を見つけるからね。道が分かれているよ。どっちに行けばいいんだろう。私もどっちだったか忘れちゃった。そうね。私はそっち、上の坂に道にする。僕はあっちだと思う。ロック兄ちゃん、僕たちはあっちの下の道にしようよ。お、上行くか。上行こうと思ってたよ、自分も。よし、一回。じゃあ上行きましょうね。よーし。お、同じじゃん。チョメさん、こっちこっち。この先が怪しいんだよね。早速行ってみよう。あるじゃん、ここに。動画。これちょっとやってみるか。ほら、こうやって一回クリックして、オートにしとこうかも。オッケーオッケー。でも荷物ワークの圧迫になるな。見てみて、チョメさん。これすごくない？あ、売ればいいんだ。最初は。おー、でかいね。一緒に採掘して、兄ちゃんたちをびっくりさせちゃおうよ。取れるかな？チョメさん、こういう大きな鉱石を掘るときはね、こうするといいのよ。
ためでしょ。木や鉱石には弱点があります。スイートスポットを狙って大ダメージを与えましょう。手応えがないときは周囲をぐるりと回り探してみましょう。あ、そういうことか。だからあれ、位置によってダメージが変わるってことか。ちょっとやってみようか。こういう説明文もよく読まないといけないね。じゃあやってみよう。例えばだよ、ここでやってみる。ここだとこんな感じ。あ、ちょっと仲間が強いな。これはダメだ。これ53。早いな。スポットを見つける前にやっちゃった。やった、すっごいの。採掘しちゃったね。チョメさん、ありがとう。だから、音とかでもわかるんかな、慣れたら。おお、すごいな。二人で撮ったのか。そうだよ、チョメさんって、本当に新人さんなの。いや、あんまりやってないぞ。ちょっとスポットを探してたら終わってたわ。向こうにも鉱石がありそうな気がするな。チョメさん、またね。おい、こら、ロッタナ。一人で採掘遊びはダメだぞって、何度言ったらわかるんだ。大丈夫、一人じゃないから。僕、一緒に行くから、ね、だから、戦闘以外でもこうやって楽しめるゲームだね。だから、戦闘が苦手な人は、こういう、なんて言うんだろう、採掘士とか、そういうので仮定すればいいと思うよ。先祖代々採掘士一家の俺たちだ。サンドの飯より掘るのが好きなのは仕方ないかもしれないな。掘った後は腹ペコで、4度の飯を食うこともあるんだ。掘ったとか言って変なこと、あ、いやいや、そんなことはどうでもいい。とにかくお前は見込みがある。何でもないです。なかなかの採掘士になると思うぜ。さあ、デグダス兄ちゃんに報告しに行こう。終わったのかな、もう。結構早いね、今回。やったぜ。いや、簡単だったな。なんか次とか難しそうだけどな。これでもう、裏でできるわ。埴輪の洞窟行ってみよう。実況外で。ちょっと楽しみ。あ、もちろん実況もするよ。埴輪の洞窟行くとき。イエローストーン、いいのが手に入った。でっかい竜玉。あ、なるほど。今のがでっかい竜玉で中に何かが入ってるってことか。そういうことね。なんかイエローとかなんかいろいろ装備で使えそうだな。装備の強化とかで。いや、適当なこと言っちゃいけんわ。よーし。でもファイタジーライフオンラインのさ、このクエスト楽しいな。報告できたみたいだな。これでお前も一人前の採掘士か。やったぜ、ライセンスランクアップ。駆け出し、チャージスマッシュを覚えた。戦闘中のチャージで発動する。攻撃した敵の防御をダウンさせる。あ、戦闘でもできるってことね。まあ、あれも戦闘だと思うけどな。これからもこの調子でガシガシ掘りまくってくれよな。それじゃあ次の試練を発表するぞ。まあ、またね、次メインクエストが終わったら、これ実況しますからね。一発の採掘士を目指して頑張るんだぞ。じゃあ、俺とロッタはそろそろ帰るとしよう。兄ちゃん、俺もここに残るよ。それと、ロッタじゃなくてロックだよ。そうか、ここに残るか。俺たち5人兄弟は離れていても見えない絆で結ばれている。兄ちゃん、俺たち5人兄弟じゃなくて3人兄弟なんだけど。もう疲れるわ、やめた。もう普通に読んだらもうバカを見るわ。兄ちゃん、モールは兄弟じゃないよ。これリアルでおったら疲れるね。あれ、そうだったか？まあでも、モールも、俺たちの兄弟みたいなものだけど、でもそれでも4人兄弟だけど、まあ病気とかだったらしょうがないけど、病気なのかな、このデグダス。あと1人いるじゃないか、チョメで5人だ。え、チョメも？ロックもチョメも、この俺の弟子同士は兄弟みたいなもんだ。いいこと言うな、でも。そうか、俺たちみんな兄弟か。2人とも、ブラザーとして、そして良きライバルとして、この地で暮らせ。兄ちゃんが、俺頑張る。頑張ろうな、チョメ。いいこと言うな、でも。じゃあ俺は帰るけど、チョメよ、寂しがり屋のロッケをよろしく。ロックだって。わかってると思うけど、兄ちゃん、ロッケじゃなくてロックだよ。あ、でも疲れるのは疲れるな。うん、ちょっと地方症が、病院行った方がいいかもしれないな。うん、で、みんなで支え合おう、病気ってなったらな。よーし。では今回の実況はここで終わります。最後までご視聴ありがとうございました。実況者はチョメでした。じゃあね、バイバイ、ありがとう。